毎週日曜日夜のテレビアニメ、鬼滅の刃無限列車編の見どころは、炎中、煉獄安次郎の戦う姿勢と生き様であり、炭治郎、猪助、禅葉倉の成長です。天一は好きな女性に騙されて借金を処和されたところを後にしとなる玄明中、桑島次五郎、桑島次五郎に助けられました。くじけそうになりながらも何とか耐えて修行し、鬼殺隊の大使となった善一。 その性格については、清和で臆病、ネガティブで女好き、と、少々難ありと言わざるを得ません。しかし、普段、頼りにならなさ全開だからこそ、たまに見せるかっこいい言動は、実際のそれよりも3割マシ素敵に見えるのです。 そして善意といえば、必要以上に派手な悲鳴やおたけびが多く、名言よりは名言が圧倒的に多いのは残念なところですが、だからこそ、玉のつぶやきが心に刺さることもあり、そのギャップが魅力となっています。ある、この記事では、良くも悪くも心に刺さる善意の一言を5つ厳選してご紹介します。まだアニメ化されていないシーンの記載があります。 原作漫画を未読の方はご注意ください。体に鼓を生やした木、氷河井、氷害を倒し、小屋敷から外に出た炭治郎はとんでもない光景を目にします。手塚が入っている箱を、体を張って守る善逸をイノスケが、弱味噌、などと罵りながら足毛にしているのです。善逸のまぶたは腫れ、鼻血が出て、唇も切れていましたが、それでも箱を離さなかったのです。炭治郎。 俺、守ったよ、と、意味のいい善意は、箱の中に鬼がいることはとっくに気づいていました。しかし、炭治郎がそれを命より大事なものだと言ったから、必死で守ったのです。同時に最終選別を受けていたとはいえ、言葉を交わし行動を共にしたのは、この鼓屋敷の任務の直前でした。 その短い時間で、繊維は、泣きたくなるような優しい音を感じ取り、鬼殺大使でありながら鬼を連れているには何か深い事情があり、それはきっと自分を納得させるに足るものであると信じたのです。繊維の優しさと強さを感じるからこそ、炭治郎、俺、守ったよ、の言葉にグッときます。